昨日あれやな、先行公開飛び交ってけへんかったな。いつもありがとうございます。おつぼんば徳島のパンブーキンです。本日もどっかまたやっていくんですけども、なので今日はね、まあ、ちょっと極限前のウォーミングアップみたいな、まあ、そんな感じの動画でございます。はい。うん。まあ、この現状でもね、アタック値1000万叩き出すんですよ。200% でね、使ったら。まあ、今日は 200% で使わない。うん。まあ、3凸。で、石がね、今、流石が60個あるから、あと、このホープンクス側の総伝説降臨。ちょっと10連で聞こうかな。まあ、ショート動画出たら、あ、こいつ引いたなと思ってくれたら。うん。で、今日ね、ちょっと、ここで使おうかな。本物の戦闘民族。この、ほら、相手が、技属性やから、まあ、地属性よりの時効を超えし者編成ですね。だから、この悟空ブラックと隣同士で、使いたいと。まあ、そういう感じですよね。ザマス。で、この合体ザマスね、1凸か2凸ぐらいしたかったけどね、この度のキャンペーンで、ならんかったな。まあ、補正役のガーリックジュニアと、まあ、なんとなく傍若入れた。で、これさ、ポートメモリーちょっと見たかったんだよね。うん。では、行きましょうか。本物戦闘民族。あ、これか。で、長剣に対してはダメージ軽減しちゃうぜってやつ。うん。世界は浄化される。めっちゃいいこと言うやん。ええことなんかな。ここって強かったっけ、ところで強かったですかね。で、気力メーター24にしたいな。まあ、しゃあないな、俺はしゃあないな。うん。で、今現状、アタックが50キロ。だから、こっからどう、劇的変化するか楽しみなんですよね。まあ、ものすごく。残り9個ぐらいしかないんで。あとでか、うん、ウィス優秀すぎ。そう考えたらね、ウィスとハイヤー優秀すぎるでしょ。ああ、だいぶ食らうんかな。分からなかった。ウィスとハイヤー持ってくるし、ヘビーヒメだね。いける、あ、いけるいけるやん。だいぶカチカチになったな。ほら830万。もうちょっと記録メーター24にしたかったけどな。うん、強いや強いやって、これも皆さんご存知かと思うんですけども、まあ、ガーリックジュニアの補正もまついてるからね。うん、もしかして長いかな。でも、ほんでどうしようかな。先手弱いからな。こういこうか。傍若3枠目で申し訳ないけど、久しぶりやな。いつぶりや。超質のテンション。まあ、ええけど。ザマスの横に、悟空ブラック。合体、ザマスの横に、ロゼが、おったら、それでいいのよ。回復もしていこうぜ。そう、追撃したらね、その分回復するからよ。追撃しまくってくれ。さあ、私の悟空ブラック。フルリンクではないけどね、まだ。まあ、明日、またあれができる。7日に1回の。リンクめっちゃ上がるあのイベント、あれでなんかいろんな極限したキャラ全部上げた。なんかもうリンク上げがねちょっと苦手でございましてですね、溶接中に悟空ブラックのところで絶対必殺ってくれ。溶接中にリンク上げとかできたい。まあまあそれはなかなか無理な話よ。普通の通常攻撃で避けるんもドッカンバトルの醍醐味よ。
バリーン使おうか、ウィズバリーン使おうて、どうしよう、どうしようか、こいつやからよ。うわ、今いい感じやん。あー、そうか、合体ザマスのあれか。でちょっとここでもうなんかパチンと使うわ。16、ええね、16、いいやん。でこれでいこう。で極限前でモナカ使うてどれぐらいのアタック値出るか。今いい感じの並びやんな。この変身悟空ブラックがね、ロゼに変身してくれたらもっとええやけどね。そのロゼの横にロゼを置いてあげたいね。そういう使い方を私はして、強いけどな、この悟空ブラックも。極限、不遇極限と言われているこの悟空ブラックもね、使い方によっちゃ強い、臨機応変使うたらええんちゃうんかなと思って。おい、1300万。こっからまた強くなりますからね。いや、非常に楽しみですよ、今日の先行公開。今がね、9月27日の早朝に撮影したので、おそらく今日の5時、昨日も言うたけどおそらく今日の5時、先行、あの極限性能先行公開が来るかと思うからね、その動画出しますんでね、あのチャンネル登録は切らないでくださいね。チャンネル登録お済みでない方はね、ぜひチャンネル登録してください、よろしくお願いします。ほんま変身しやすくなっていいよね、これほんまに。あの変身条件談話されて、もうロゼでいっかな、ロゼでやるかな。まあこれで大丈夫ですね、ウィスかかっているんで。でなるべきパッシブも名言もあるから、同じくらいで2桁やろ。なっちゃうかった、ごめん。さあ回復しつつ、いいね、やっぱあの回復必殺技効果でね、回復やつだと追撃に振ったらいい。おお、久しぶり見たぞ。おい、この必殺演出マジでかっこええよな。まあまあそんな感じで、まあ今日はまああれだわ、あれ LR の極地スーパーサイヤ人ロゼ、まあ極限が、まあ、来ますので、本日はウォーミングアップで使ってみたという動画でございました。はい、何ミッションって、あ、俺なんかミッション達成できてなかった。え、何のミッションだろう。まあまあ、あの極限楽しみですね。あのまたその性能先行公開のあの動画出します。これ何のミッション、え、何、どれ、通常、あ、フィーラー、そうかそうか、あの泣きザマスのサポートメモリー使おうたからか。あ、なるほどなるほど。まあ最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。